皆様こんにちは。週末シングルスカラー還暦想定入門者です。ただいま相模湖想定場、2000m のレガッタコースがほぼ完成したところだということで、今日私は初めて、ここを漕ぎました。ここがね、エンドですけど、エンドのところはね、なんか部位がいっぱい、まあスタートなんでしょうかね、いっぱい部位が浮いておりますと、設置されておりますということで、で、前と違うのは2つ部位がなんかこう杭で固定されています。ちょっとこの2つ部位の硬さがねよくわからないんですけど、なんとなく見た感じ硬そうですということですね。はい、今、相模湖は、レガッタコースの最西の端を漕いでおります。確かに、コースがですね、傾きが変わりましてですね、前はこの入江のところにはコースはなかったんですけど、コースの入江のところにあるということでございます。ちょっと叩いてみたいんだけどな、まあいいか。この2つ部位はですね、プーリーというか、ワイヤー末期で、コントロールされているようです。まあこれで深さ調整してるんですかね、まあちょっとよくわかりませんが、いずれにしてもパイプでつながっている感じではありませんね。やっぱりワイヤーでつながっているというところです。まあ初めて私もここで漕ぎましたということで、ただいま時刻は0914時です。0914時、ジャパンスタンダードタイムです。こんな感じになっておりますよ。まあちょっとね、この最西端スタートライン近くになると部位があまりにもいっぱいあるのでびっくりされるのではないでしょうかということです。それではね、私第6レーンをですね、フィニッシュの方に向かっていきたいと思います。ちょっとどこがスタートラインかわからないんですが、では行っていきます。はい、アテンションゴー、宮ヶ瀬ボートクラブ鈴木レーン第6。アテンションゴーでございますが、鈴木さんのことですので脚力は弱く、あまりスピードは出ませんが、とりあえず行ってみたいと思います。はい、250m を通過いたしました。ちょっとあの恐竜表示部位がですね、正規のレーンに近すぎて、まあ我々練習するときに
早い手にコースを明け渡すんですけれども、その場合あの距離表示部位がちょっとあまりにも近すぎて気をつけなきゃいけないと思います。はい、500通過です。はい、750通過。はい、線通過。Thank you.
はい、1250通過。はい、1500通過。はい、ゴールしました。時間0926、40G です。はい、新しい相模湖レガッタコースを、
2000m、初めて漕ぎ切りました。 ご視聴ありがとうございました。今日は北からの風ですね、確実に南へ流されております。ありがとうございました。